ビーフカレー表示見えるように添えてたらグラスワイン割れました。ショック。ほんまはカレー飯、カップに入ったカレー飯食べたいねんけど、カップらしいのがこれしかないから、計量カップと昔よく食べてたカリー屋さんのカレーでカレー飯したいと思います。すいません、皆様こんばんは、ゆかりんです。すいません、またまた登場してきよったって感じで、すいません、ちょっとすいません、何回も今日登場してさせていただいて、近く今日3回目の登場で、あまり夜遅く動画アップしたら寝そうやのに虫とろになるっていうことを聞いたことあるから、ちょっと今日金曜日っていうことで平日はあんまりせえへんようにします。どうしても動画、カレー飯、冷凍で保存してる玄米のあのご飯を入れて、でほんまカップに入ったインスタントのカップ飯が好きで、思い出やねん、赤ワインとカップ飯、カレー飯や。香港行った時かな、ピーチに乗った時の思い出、カレー飯と赤ワイン。いただきます。でっちゃんがすごいめっちゃ伸びしてる。グラスワイン割ってしまって、このカレー飯でどれにしようかなってしてて、こうやってしてるあの表示上カレーの商品名を揃えようと思ったら、こうやって倒してしまって、グラスバリンって割ってしまって、今のすごい悔しくて、自分が腹立たしくなってしまって、その時自分は責めない、自分大好きだとか言いながらやけど、でも掃除しててすごい汚れてて、あ、すごい汚れとってんや、気づけてよかったって、1分30秒後ぐらいに思えた。それまで悔しかった、すごいバカバカって。昔よりそんなほどでもない。何やろうな、やっぱ人間やからへこむ時とかいろいろあるけど、回復が早い、 V 字回復がめっちゃ早くなった、めちゃくちゃ早くなった。福神漬けもずっとあって、冷蔵庫に眠ってて、これで食べれたから、ココイチの福神漬けから、やっぱ大からだけから、あ、こっちもあったわ、大から。うん、すいません、今日は計量カップのカップカレー飯やけど、おしゃれにする時も頑張るんで、グラスワインが一番よく割る。無印良品ですごい、あのグラス、赤ワイン用の大きめのグラス買ってんけど、1ヶ月もたたんうちに割ってしまってん。それは YouTube する前、2回目の離婚
して、ここ引っ越ししてきてすぐの時にグラスワイン、ほんま赤やったら大きめのとか、グラスで雰囲気楽しむのも好きやから、もう一回買ってみようかな。お新漬けいっぱいのところで、すぐ酸っぱい。トマトサラダも。しかし今日はよく食べたけど、炭水化物。締めのこのカレー飯、玄米 100g ちょっとぐらいか。最近、昨日したかラーメン、チキンラーメン、カップ麺食べてないな、なんか、ちょっとお野菜いっぱい取った。ブロッコリー、スナップエンドウとか、このトマトも玉ねぎも、キャベツとかじゃがいもとか、キッシュも美味しかったな。これも美味しいし、美味しい、幸せや、すごい美味しいもん、すごい幸せやし、昨日めっちゃぐっすり眠って、不思議な海外旅行では体験できひんような、すごい不思議な世界の夢見て、で今日のウォーキングは1万8000歩ちょっと歩いて、ちょっと足痛くなってんけど、すごい幸せ、今もやけど。でまたまたゆかりんブログこうやってアップさせていただくねんけど、すいません、ゆかりん登場だおおすいません、ゆかりんブログやからゆかりんチャンネルでは寄せへんねんけど、見てる方がちょっとあの少なめっていうのが開放感ある。多分このそのままゆかりんブログはお母さんは気づいたみたいやねんけど、ゆかりんブログもあるのねって、妹とかあの親戚とか親友とかまだ気づいてなさそうやから、なんかすごいテカってる。うん、カレー飯すごい。このカリー屋さんやったらサンデーとかって89円とかで売ってて、玄米と100円ちょっとでできる。カップやったらちょっと高めよね、198円とか、安い時でも189円とか。でもあれの美味しさがあるからな、またインスタントの美味しさっていうのが。あ、お野菜農薬落として添加物少なめとか無添加とかも気をつけながら、添加物の入ってるのも楽しみながら、キャベツたっぷりカツカレー、キムチカレーとかアレンジ、楽しくアレンジとかも。でも大辛、一番辛い、辛いっつっても辛いねんけど、プルダックン同じぐらいなんかな、このぐらいがいい。プルダックンカルボナーラもすごい辛いねんけど、あれ以上辛いのもちょっと困って、それ以上辛くなくても寂しくてって感じで、すいません、頭ばっかり気になるっていうか、なんでこんな頭が光ったりしてんのやろ、光ったりふにゃったり、気にしすぎやでって言っていただく、コメントでいただいてありがとうございます。優しい方、いっぱい。
幸せですもん。まうん、カレー飯めっちゃ美味しい。っていうか赤ワインがすごい進む。今日なんや、ワイン2本買って結局1本以上飲んでるからよう飲んでるわ。ビール1本とワイン 900ml ぐらい飲んでる。ほんと本絞り、あのお酒ストック買うっていうのは今年入って初めてで、去年は1回してストックすればするほどあれだけ飲めへんっていうか、なんやろ、見て眺めてケチくさいねんけど、ワクワクしながら休館日が多かったような気する。で、家になかったら、すみません、家になかったら飲みたくなってガブガーって飲んで、美味しい、もう一回買いに行って、美味しい、また買いに行ってって感じで、あったらそんな飲めへんっていうか、なんか精神的なもんなんかな、満足度みたいな。ここに本絞り1ダース23本このノコギあるし、ハイボールもいつでも作ろう思ったらチタもあるし、ビールも氷入れたらあれやし、スパークリングもあって、冷蔵庫なんか白ワインの残りも高級ソーセージもあんねんけど、変わったんかな、この今目の前にあるものを。ここも本絞りあんねんけど、これもちょびちょび味わっていうか、うん、こういうの初めてしてんけど、やっぱり器ってすごい。これこのクリスタルすごい。いろいろな、コロナでこの1万2000円のグラスが500円で買えたという。ホテル業界も大変で、食器とかもホテル用のグラスで、もう注文ないからっていうので、どうしようもないっていうので、この安くしてます。天満やから、これ作るともう質感が違う。でもこういった高級グラスも YouTube 撮影でさせてもらって、近所の自由旅っていうので100円じゃない、80円か90円台のこのグラス、結局これがすごい合ってて、これも合ってる。要は何やろうな、自分の気に入ったっていうか、心からこれが好き、これがいいっていうものを楽しむっていうので、これ嫌やな、違うなって思ったらしたら、何でも即座にもう違うってなるから。ルッツ何してんの、何やろこれ、りっちゃん、もうすごい幸せやん。今日デパ地下で結局2600円分ぐらい買ってんけど、ソーセージ1000円分明日になるから、すごい高級な食材とお酒と楽しいんで、こうやって YouTube もさせていただいて幸せやん。あと3発また行こう、落ち着いたらプシッピシッってすっきりした。あ、じゃあ